サンピエトロイン、モントリオ教会正面、サンピエトロイン、モントリオ教会は、ローマの教会。その中庭には、ルネサンスの建築家、ドナトブラマンテが建てた、小さなマルティリウムのテンピエットがある。サンピエトロイン、モントリオ教会は、ローマのジャニーコロの丘に、聖ペトロを祀って、旧世紀諸島に建てられた。 スペインのフェルナンド2世並びに、イサベル1世の権限で、聖ペテロが十字架にかけられた場所とされた。フランチェスコバラッタ、聖フランチェスコの放越サンピエトロイン、モントリオ教会は、16世紀から17世紀の巨匠たちの美術作品で装飾されている。右側の一番目の礼拝堂には、セバスティアーノ・デル・ピオンボの、ムチウチと、キリストの変容がある。 ムチ打ちには、セバスティアーノとローマで友人だった、ミケランジェロの人物素描が組み入れられている。二番目の礼拝堂には、ポマランチョコとニッコロクシニャーニーのフレスコ画をはじめ、ピントリッキーをによる、ルネサンス期のフレスコ画数点、それに、バルダッサーレ・ペルッツ作と思われる偶意的な見事、と、美徳がある。四番目の礼拝堂の天井のフレスコ画は、ジョルジョ・バザーリの作である。 墓石の目印はないが、その礼拝堂の中か主祭壇の下に、ベアトリー・チェチェンチが埋葬されていると伝えられている。5番目の礼拝堂の天井には、バザーリのもう一つのフレスコが、聖パウロの改修がある。祭壇側は、ジュリオ・マツオニが制作したものと思われる。また、インノチェンツォチョッキデル・モンテ・スーキ教とロベルト・ノービリの埋葬碑は、 バルトロメオ・アンマナーティの作である。左側の最後の礼拝堂には、ダニエレ・ダ・ボルテッラのものと思われる、キリストの洗礼と、ジュリオ・マツオニ作の化粧式喰イ,イクと天井のフレスコ画がある。1797年までラファエロの最後の傑作、キリストの変容が、主祭壇を飾っていたが、現在は、バチカン美術館にある。代わりに、グイド・レーニの、 聖ペテロの卓形をカムッチーニが模写した絵が飾られている。3番目の礼拝堂にはアントニアッツォ・ロマーノので死が描いたフレスコが聖アンと聖母子がある。ユトレヒト派の中心人物だったドリク・ファン・バブレーンもピエタ礼拝堂のために埋葬を描いたが、その絵はカラバッジオのキリストの埋葬とよく似ている。 同じオランダ人のデビッド・デヘーンも、バブレーンと一緒に、ここで仕事をした。キリストの長老と、楽園の苦しみが二人のうちのどちらか、あるいは共同の作品とされる。左の二番目の礼拝堂ライモンディ礼拝堂を、設計したのは、ジャン・ロレンツォ・ベルニーニである。そこには、フランチェスコ・バラッタの、聖フランチェスコの宝閲と、アンドレア・ボルジト・ニッコロ・サーレが手がけた彫刻がある。 主祭団には、1607年に、イギリス軍に敗れて、アイルランドを逃れてきた第2代ティロンハクヒュー・オニールと、初代ティルコネールハクローリー・オドンネルの墓がある。墓は普通に絨毯で覆い隠されている。ヒュー・オニールの墓の敷石の銘はもう長く見ることは、できず、もしかすると裏返されたか移動させられたのかもしれない。一方、ローリー・オドンネルの墓の銘は、 絨毯をめくれば見ることができ、そこには彼の兄弟たちについての言及がされている。テンピエット・サンピエト・ロイン・モントリオ教会の中庭にあるテンピエットは1502年頃にドナト・ブラマンテが建てた小さなマルティリウムで聖キルネサンス建築の最高傑作と言われている。ブラマンテはミラノで数年を過ごした後ローマにやってきた。そこでブラマンテは ジュリアーノ・デラ・ローベレ数奇教に認められ、依頼された、最初の仕事がこのテンピエットだった。聖ペテロの殉教の地と伝えられる場所に建てられた、この建物は、ルネサンス建築の中でも最も調和の取れたものの、一つである。シンプルで当たり前のように見えるが、これは、テンピエットがその後の、あらゆるドームの基本になったからである。アメリカの国会議事堂、 ロンドンのセントポール大聖堂、ローマのサンピエトロ大聖堂などもテンピエットを参考にして建設されたと言われる。ルネサンスからバロックに移り変わるローマで、この建物が16世紀に突如として現れたことを、今の感覚で理解するのはなかなか難しい。ほとんどが彫刻で建築学はあまり使われていない。小規模にもかかわらず、古代ローマ建築の総合さと。 精密さが隅々までマッチしている。完璧なプロポーション。古代のマルケルス劇場をもとにした、スマートな道理屋敷の16本の柱とエンタブラチュア、そして丸屋根。セバスティアーノ・セルリオの建築第三章によると、ブラマンテは最初、中庭に中楼を作る計画だったが、それは実現しなかったらしい。ザ・フェイト・フォーチュンズ・オブ・ヒュー・オ・ニール。 アールオブタイロン、アンドロリーオドネルアールオブタ a r n a l ゼアーフライトフロムアイルランドアンドデスインエグザイルバイザレブ c ーピミーハン MRIA, セカンドエディションパブリッシュドバイジェームズ・ダファイダブリンロンドン1870ありがとうございます。